さあ配信の方がちょっと不備があったっぽいですが、今は大丈夫でしょうか。あ、配信大丈夫そうですね。これも全部ヒデのせいとよ。ヒデが悪いんです。まあ動画見ていらっしゃる方はみんな分かってますね。ヒデのせいだっていうのはみんな分かってますね。あれ？出る？出る？じゃあこれから出ようか。出る、あ、出る、はい。じゃあちょっと変更あります。ハゲワ君とこにラオウさん入ります。じゃあ14、14対14ですかね。あ、ね、1人2キャラ同じキャラはなしなし。ヒデは 1P チームね。あ、S キャラは普通に制限なしです。上、上下にガチャガチャやってればで。あ、ジャックパンだけで、うん、はい。今日は特別に1人2キャラ使ってもいいんです。今日だけの特別仕様ですね。同じキャラダメです。あ、たまには青サイさんのザンギ以外もちょっと見てみたいなと。さあ今日も激アツ、5月20日土曜日、今日も卒が暑い。予約済み友田さん。さあ激アツです今日も、はいはい。さあ皆さん、水曜日木曜日配信見ましたかね。なんと小高五六はスト2としての基本用語らしいです。矢口真理状態も、はい、ニアさん100円100円。豪気は2000円じゃちょっと安いのかな。どうでしょうね、使う人にもよるのかなっていう。ペコ豪気はさすがに2000円課金必要かなって思うんで。ペコさんクラスじゃなければまあそんなに課金しなくても。豪気は豪気は1万円払えば一応2000円課金っていうふうになってます。最低ボーダー2000円ですね。2000円課金すればお店的にも OK になりますよね。
お、はい、1P 決まりました。 1P も 2P は決まりましたね。はい、 2P まだっぽい。ハデさん、あの輝きなら任せるハデフラッシュって来てますよ。いや、あの名前はハゲだけど、はい、ハゲてないんですよ。ハゲてない、確かに。残念ながら。確かに、多分視聴者の皆さんも、あのここ来れない人はハゲてないのになぜハゲなのかっていうところに若干の疑問視を感じてるかと思いますよ。まあでも本当にハゲててハゲっていう名前だと逆に辛いと思うんですよ。確かに、うん、ハゲてないからこそハゲっていう名前が使える。ふさふさだからこそのハゲ、逆択ですね。そうですね。クマモン、クマモン、おお、熊本から来た。あ、上京してきた。上京してきたけれども熊本生。ストツをやるために上京。おお、ストツやるために上京。激アツです。すごいですね。あ、かける号でまずデビュー戦。おお、おお、すごいですね。さあ決まりましたかね。そろそろやっていきましょうか皆さんと思いましたが、まだちょっと決まらず。あれ、ラオウさんってあのサード勢のラオウさん。サード勢のラオウさん。おお、ラオウさんってチュンリーですよね。いや、チュンはチュンジャリーじゃないよね多分。あれ、ラオウさんってサードだとチュンリーですか。ですよね。 X は違うよね。ああ、そうなんですね。まあそうですね、タメキャラですからね。ラオウチュンリーといえばあれですね、サードだとかなり動画に残ってますからね。そうですね、かなりの有名人。僕も結構動画見たり。いや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 、そんなことないです。攻撃優勝されましたよね。おお、投擲優勝者、これは人の強さが出てしまうのか。さあ期待が高まる。期待が高まる。しかし伸び伸びやってほしいっていう感じですね。あの今日はあのエンジョイして楽しむのがやはり一つならではだと思ってるんで、僕もあの野じゃいしてる時もギャーギャー言ってるくらいなんで。うん、まあうるさいもんね。あ、そうですね。あの国会並みにちょっとギャーギャー言ってる感じではなく、エンジョイしてのギャーギャーなので僕の場合は。はいはい。はい、こんばんは。あ、ちょっと調光してますね。そうっすね。あ、どうも。あれ、この方はあれなのかな、あのアメリカ情報括弧アメリカってなってますね。アメリカの国旗出てますね。そうですね。ハデ&ヒデインミクロ。ミクロってなんすか。マイクロ、ミクロ、ミクロ、マイクロ、誰だろう。まあとりあえず今ハデ&ヒデマイクですね。マイクロフォン。あ、マイクロフォン。おう、おう、イエス、イエス、イエス、ハゲ&ヒデ、イエス、タカスクリニック、イエス、イエス。さあ今日はメンバーがとりあえず読み上げましょう。バイパー、ヒデ、ウネ、ヌルポガ、ナエバ、破天荒、トモザ、アオサイ、湘南、チャボーズ、中島、裏手に、ニーア、ラオウ、計14名。リピートアフターミー、ヒデ嫌い、オッケー、ヒデ嫌い。懐かしいですね、ヒデ嫌いっていうのも。あの結構動画で昔かなり言われてたんですけれども、最近はあまり言われず。あ、そうなの。そうですね、ヒデ嫌いのコメントはもう減りました。今私も音を認識することができます。まあじゃあ減ったってことにしときましょう。
出てきない。あ、ニーヤさん。お、ニーヤさん。ニーヤさん。100円。ニーヤさん。ニーヤさん。あ、見た見た見た。今あれですね、ヒット確認しましたね。こっちをチラって見て。さあ、お寿司は食べ終わった。お寿司は食べ終わった。どうでしょうね。さあ、そこはまあ、そこはちょっと内緒の方が激安かと。あのハードル上げないでください。ちょっとしんどいです。さあ、うねくんどう決まった？まだっぽいな。さあ、まあ今日もね、とりあえず楽しくストスやっていきましょう。はい、OK です。じゃあワンピースピーともに決まりましたのでやっていきましょう。あ、まあ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 、それはまあ置いとき。まあ俺が言うんで。ヒデザンギはね、残念ながら出ません。さっきザンギ使ったんですけれども、スクリュー出したのが1回だけっていう残念な状態だったので。でも弾けましたよ。あ、なんか分かんないんですよ。どういう風にやればいいのか。これがレバーだとしたら、はい、ワンピー側だったらこうしてって、はい、下に弾くと。あ、そうか、それで。あー、はいはいはい。で、タイミングよくボタンを押すと、はい、モーションで踏む。おー、あれ、それはタイミングよくボタンを押すってことは話の方がいいってことですか、そうすると。まあでもいずれにしても残機だと、まあ話でやってもこれが出ちゃうと思うんで、モーションが切ない滑舌。なんかあれですね、なんかあの歌の題名にありそうな、なんか寂しい熱帯魚並みの切ない滑舌みたいな。僕ですか？いや、あれはタータにエンジョイしていただけです。あー、そうですね、あれはやりました。中キック波形戦列、ただあれスタンチ、あの中キック波形でかなり高いので戦列の途中でピヨっちゃうっていう。さあ、じゃあやるよ。はい、やりますよ。まずワンピー側はヌルポが S、 なんだこれ読めねえ、 S 流かな。で、2P がラオ、アオサガってことはエッサガ？おっと、おっと、1番目それ？マジか。初戦エッサガ。これもう完全に 2P 勝ちに来てますね。さあ、妥協しない男ですね。あのね、こういう初っ端からエッサガ出すチームにはね、勝ちたいですね。初手青パン。いや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 、あの構えといてください。あの多分さて、クレジット入ってますかね。入ってる。じゃあやりましょう。やりましょう。さあ、5月の20日第3土曜日、本日はチーム戦ですね。お、さあ、S 流対 S 差が S 対決。 S 対決、お互いに受け身がないので要注意。さあ、上は出る、さすが。さあ、これは勝負になりますよね、さすがに。お互いに、しかし、飛び込み落とせなくて、うわー、タッチ中継が入る。さあ、まあサガトといったらやはりタイガーの連打も激アツなんですけれども、やはりこういった飛び台キックの判定の強さを存分に生かした立ち回りができるというところですかね。ヒデが悪い。さあ、ここは波動拳打ち合って、お互いゲージがないので、さあ上が出ない、上が出ないとちょっと厳しいか。さあ、ラオウさん的確な飛び、差し返しても。さあ、これはファイヤー波動踏んでめくり出すわけ、ガフか昇竜拳。あれちょっと魂ですね。
近おお、あ、そうなんですか。近距離以外はノーマル波動の方がいい。ノーマル波動の方が隙が少ない、ね、はい。あ、そうなんですね。なるほど。さあ、しかしこのマイクの声はさすがに対戦中には届かないと思うので、さあ、スタンチギリギリだが、これはくぐって、こわこわこわ、ちょっとサードっぽい連携だったが、さあ、これはお互いガクガクして飛んでるな、ラオウさん。やはり、おぉ、うっ、まだわからない、わからない、お互いに様子を見て投げる、真髄まで、長田の手が決まって、おぉ、汚い花火が上がる、飛んでいった、さあ入って、うっ、あ、熱い、あー、波動拳の派生の前にタイガーが当たってしまう。破天荒エッサがさ、青パン同士ですね。あ、エッサが対エッサが、はい、来ました。なんだこのゲーセン。タイガーさあ、タイガーとタイガー、さあ、お互いに青パンっぽく見えるが、青っぽいのと紫っぽいので、さあ、今日の俺の下着の色を見ろと言わんばかりの、さあ、ここはアッパーカット、さあ、この下ピンクかもしれない、マジっすか、下着じゃない、さあ、ピヨってでんでん、おお、安かったが、さあ、これ多分ね、青パンが勝ちますね、はい、いや、これ、あー、大大、これは痛い性能はお互い五分。さあ、破天荒さんの飛びがうまいぞ、ラオウさん、ちょっと若干困り気味か、さあ、うますぎる、上は出るんです、この人、さあ、さあ、このタイガーは別に安い、スタンチもそんなでもないが、こっからどう切り崩す、うっ、さあ、青パンが優勢、さあ、これ使ってさあ、青パンが体力リード、うわー、ちょっと早かった、弱体が踏んでしまう、勝ったのは青パン。さあ、2番手は湘南さんの S 剣で、湘南さんの S 剣、なんか S 続きますね、え、まだ S キャラしか出てないS キャラしか出てないよ、さあ、ハイパーでやれ事案ですね、はい、さあ、ハイパーがいいですね、 S 剣、さあ、昇竜拳、さあ、これね、S キャラなので、いろいろお互いの性能ぶっ飛んでるのもあるんですけど、投げがね、めちゃめちゃ減るので、僕も投げに行っていいのかなっていうふうに思ってます。さあ、しかし、S キャラはね、投げ痛いからね。そうですね。さあ、破天荒さんが、対応力ありますね。さあ、うまい、立ち台系、立ち台系、あれ、立ち台系は飛び竜巻全部潰してるので、かなり苦しい感じ。あ、結構エッサガを研究してきたんでしょうか。結構あれなんですよ、こういうイベントの時に結構破天荒さんはエッサガを使う傾向が強くて、ね、最近は2キャラ以上使う時はね、エッチュンディじゃないですね、今日はですね、ヒデージェイです、ヒデージェイか、ヒデージェイです。ただね、これね、 2P 側に中盤に友田さんっていうでかい壁があるのでね、かなりまずいんですよ。さあ、画面端押したが、ここは強いぞ、さあ、これは間に合う、そうなんですね、エッサガは間に合うんです、安易に止めません、波動で押したいところだが、波動打った、しかし飛ばれている、さあ、お互いガクガクして、さあ、残り13カウント、もう避ける気満々、冷静、おお、しかし、おお、上りキック、しかも超減った破天荒さんが似たてで、今度はうね流は X 流ですね、やっと X キャラが出てきました、 X キャラがやっとですねさあ、さすがに X 流エッサガはもうどう考えてもエッサガ有利ですね。そうね、まあでもやれなくはないよね、やれなくはないですね、うん、さあ、開幕投げて、さあ、まずはゲージを回収したいが、打ち合いは不利ですね。さあ、うまく飛んでくる、うまくゲージを貯めたいが、ここは冷静に打っていく、しかし波動拳のゲージ回収は2しかないので、
なるべく昇竜拳、竜巻とかで、なるべくグラウンドとかを見てから、竜巻とかで借りたいが、ここはアッパーカット。さあ、絶好調、破天荒さん。絶好調の破天荒さんが、さあ、開幕もずかずかいって、ここからどうなる？さあ、上り蹴りがきつくて、気づけばもう6割ゲット。さあ、飛んでいる。上は出るんです。上は出るんです。もう完封と言ってもいいでしょう。次は、うねくん誰？チャボさん？チャボさん、チャボさんの S 剣、さあまた、また S キャラ？ S キャラですね。なんだ今日は。さあ、破天荒さんが、サンタで中。さあ、チャボさんは今度は上出ますよ、しっかり。さあ、大足大足大足と飛んで大足、飛んで大足が4回ほど続いて、さあ踏まされた。ここから波動拳、これはちょっと読めないか。さあ硬直がお互い短い同士なので、なかなか上の攻防も制せないところか。さあ打ってく打ってく、これは飛びが入って、垂直がうまい、強気に打つ。これはどうなる？ガクガクして、ここは出さない。エッサガとしての強さを存分に出している。さあこれは開幕飛び落とせないのは痛い。さあ竜巻投げる、これいいですね、入れて。さあ画面端近いが、様子を見るよりも球が速い。さあ昇竜拳、さあ踏ませた。これはもう F 点かなり有利ですね。さあ垂直決まって代入って、昇竜が強い。昇竜拳、あれ浮いたの見てから弱小流もしくは中小流置いとくっていうのは逆にありですね、浮いた瞬間見て。垂直、まあ上にいる状態なんで攪拌もそんなに美味しく入らないというところだと思うんで。さあタイガー、タイガー飛びが当たらない。おー、竜巻できる。対空竜巻、うわー、神髄。さあしかし流れを止めたか、うまい、叩いて飛んで、飛び入る。これでタイガー、タイガー、ふっふっ、おっ、あー投げて死んでたか。あー、おー熱い、これは投げる、投げた。いや、いい勝負でしたね。激安でしたね今。熱いね、思わず声出しすぎてむせました。あ、次は、さあ次はナイバーさんの、なんだこれ、 X ガイル、 X ガイル。さあこれガイル S 剣どうなんですかね。ガイル対 X 剣だと、まあ、ガイル優位説がかなり立ってるので、まあ、X 剣には有利なんでしょうけどね。そうですね。おー、飛んでくのか。さあ、リフト？ TBS にはならない。さあ、これはもう守っていい体力だと踏んだか。おー、TBS！ しかし、ここはちょっと高すぎたか、クライナで。さあ、開幕様はブッパ、何かが見えてしまったのか？機械サマーみたいな感じの匂いがしましたね。もしくは KOF 勢の気合のぶっぱサマーだったのか。さあ、なぜかサマー連発、何かが見えているか。あ、 TBS、 あ、 TBS が痛すぎる、超減る。さあ情熱すぎる。さあしかしこれ1回、お、 TBS にならないがちょっとやばいよ。TBS、 TBS はあの裏切りです。リフトアッパーで落とそうとしたガエルに対して剣のジャンプダイパンの判定が強すぎて裏切られる状態を TBS と言います。さあ怖怖怖、よくわかんないですね。さあここはサマーで、これはちょっとやばいが、さあ神髄投げ、昇竜拳、どっち、うっ。
さあ冷静に対処対処だが、さあまた待って、どっち、こわっ、こぱこぱこぱ、うっ、苦しい、おマジか、どっち、うわー、昇竜が当たってしまう。何か出してしまったか、今出さなければ当たんなかったですね。さあ中島さんのこれは X ホンダかな、ホンダ、あ、よりによって S 剣のところに、そうですね、 S 剣で当たってしまうのはちょっとまずいですねこれきついですねどうなんでしょう、でもチュンリーとかよりはマシなんですかこれ。ん、 S 剣はやばいです、やばい、 S 剣はやばいです、もうニーヤさんもやばいと、はい、これはやばい、多分全キャラの中で一番きついまでありますよねこれ、ホンダ。さあしかし中島さんがねじ込んで押している、うわー、ここは日本の相撲力を存分に出した。さあ今ちょうど今日7日目です、相撲好きな人は見ましょう。さあ冷静にアルティガード、アルティガード、しかし波動拳が速くてさあうっ、どすこい。さあこれはそうですね、っていうか減るな台足、どんだけ。さあメテオヒップから、しかしここはメテオヒップの連携に逃げ大キックが当たって、メテオヒップあれです、スタンチは高くないんですけれども相手をダウンさせる強烈な尻技です。はい、さあここは踏まされて、さあ、うわあ、クッソ、ムッソ踏んで、さあ、この連携だけでもかなり厳しい、寄りたいが寄れない、きついぞ。さあ、しかし、きたきたきた、押していく、押していく、きた、メテオヒップ、あっ、きた、中島さんの尻力、倒した、次は？さあ、バイパーさんの X 流、さあ、また龍拳が続く。さあ、これね、バイパーさんの龍ね、やばいんですよ。これ、中盤のかなり壁になる強い龍なので。さあ、龍ホンダは、うわ、うまい、うまい、いいですね。さあ、寄ってる寄ってる、さあ、大一丁から、もう一丁、ピオーラライが、もう一回、あ、立て返し、これ大正解ですね。さあ体力ゾンビにとってはいるが、こっから削りだけでもかなり苦しいが、ここはしっかり倒していく、ね、死なないかと思いましたが、やはりかなり減ってしまったところか。さあどすこい、どっこい、うまいですね今のコパンの当て方、最高でした。さあここはさすがに逃げてやで殺されて、そう勝利、そうなんです、バイパーさんも勝利バッチリ出ます。クソ無双から、うっ、あ、うまい、小足から、お、これは、うっ、垂直はバレている、あー、大パンだったらガードできてたと。さあ3ラウンド目、今度は歩きで寄っていくが、冷静に波動拳を打って、これは勝利戦、しかも大勝利、根元からなのでかなり減った。さあ今のはうまい連携、ゲージを回収して、ワンピーガーが得意なので、どすこい、距離離れて、うまい、うっ、さあお互いかなり様子見てはいるが、うー、歩きで寄って、張り手の出し方がうまいが、これは厳しいですよね。いやー、踏んでしまう。さあ青サイガイルですね。お、ガイル、これかなりレアですよ、青サイガイル。さあガイル使ってるのか。さあ裏手入って、さあサーマさあお互い打ち合って、おっと、これはサーマ出なかったか。さあちょっとソニックが、うわ、うまい、中足の、中足に差し返す台足、うまいですね。しゃがみ中パンだったらあまり痛いのは入りませんが、
宇田手間入らない距離。さあこれは測ってたか、何かガードが閉じてた、ジャンプしてしまったか、当たっちゃったぞ。さあしかしまだある、うわー、長田投げがここでさあ無理と無理と言ったがどうでしょうかね。さあうまい。さあこれはどうなる、かなり体力を取られて画面端が近いが、ここは大手が入って投げられてしまう。ダイヤシュうまい、最大ピヨってでんでんでん、これはしょうがない。そしてヒデですね、ヒデ J、 ヒデ J か。さあヒデ J の次は誰かな。緑、さあ体力をまずリードしたのはヒデ。さあ、お意外と試合になっているか、これ劉有利なのかな、これあー、あー見てから飛んで大パン。さあ次の人準備をお願いします。わあめくりは防いで、おおお、まあちょっと相手のミスに助けられた感じでしょうかね。うん、お球が当たって、おおもむろにマシンガン、なんだったんだ、おめくり竜巻、さあハード踏んで、さあヒデ死んじゃう、ダイヤシー、さあこれも前行くしかないけど行けるか、あーダイヤシすら出したところにダイヤシが置いてあった、これしょうがない、テラサス。さあ次はニーア X 剣、おニーアさん出番です。X 剣さあ眠いからちょっと無理とニーアさん言ってましたが、さあニーアさんのやる気度がどれぐらいあるか。そうなんですよ、ニーアさんね、やる気スイッチが入るまでが若干遠いんですけれども、やる気スイッチ入った時のニーアさんマジでやばいんで、さあ中大、おうーうまいな、本当眠いのかこれ、眠い動きじゃねえの。さあ投げられて受け身は取ってる、うっこれはガード、冷静ですね、うまい、うますぎる、あー中田投げは入らないが、ハード中足からキャンハードいいですね、下段も防いでなおかつ上も出るっていう。さあ大昇竜根元から痛い、さあダイヤシにダイヤシを差し返して、これは踏ませない、おお踏み込んだ。さあ X はやっぱりあれですね、画面をうまく押すことによってコントロールすることによって波動を踏ませたりとか、うん、そういうのができるのでだいぶいいゲームですね。さあ来た、あこっからどっちガード、うまい、どっち、うっうっうっあああ踏ん張った。さあこれはどうなる、うわあ開幕長田投げ、開幕歩く、あーっと受け身取ってる、飛び入る、大入って行って、うまい、いい連携、ピヨンないね、歩いていく、あれまあしょうがないですね、代々で一旦越したので。さあ勝利、どうする、うわーゲー、ここで中断、あれは見えないですね、あれは食らうね、あれはしょうがないです。さあ裏ケニーさんの
裏ケニー XDJ 裏ケニー DJ さあ裏ケニー DJ だが果たしてさあうまいな要所要所の飛びが完璧すぎるうわさあこれは厳しい厳しいな厳しい辛いねこれヒデより使えてるまあそれでそうですねヒデより使えてるはちょっと当たり前すぎなのでまあなるほどさあこれはあ出た裏からいやこれはもうさすがにここまで体力リードされると思うのは、うん、なるべくガードとかして相手の出方をずっと見続けるっていうのがいいんですけれどもさあしかし腕身がない前に行くうまいうわー飛びが投げられる逆転さあヌルポガエステンが8番手で登場対するスーピーこれもう何番目か分かんないですねなんか順番がごっちゃすぎてそうなんだよねさあ S 剣がメインキャラでしょうかねですかねうんさあ本日大山ニュートン初登場いやピヨッタ安いあもうちょっと早ければあっいやいやいやそれもうまあまあいいと思いますけど確かにさあ1ラウンド目は裏切りさんが取っていく裏切りさん強えなヒデの声が商店街まで響いてるそうですやばいですね通報されちゃいますねあっ とこれは安く済んだか生き延びたさあこの生き延びたライフを存分に使いたいがうわこれは厳しい強いぞこれは破天荒 X 流さあそろそろもうみんなメインキャラの方がそろそろちょっと止めないとまずいですねさあうまいダイヤスタイクちゃんと見えている商店街に矢口まり状態とか響いたらマジ通報されとっつってこれいいですねちょっとやめてよ営業できなくなっちゃう確かにそれ良くないですねストスやりたいんでさあ手を出してシャガ大パンうーはあこれちょっと止めたいと思ったが止めたいこれは強いぞそうですね置き方がうまいですねうまいなこれ本当にサブなのかなってちょっと思っちゃうくらいですね冷静ですねさあこれはちょっと迷ってしまったかうっさあゲージ溜まった溜まったこうなるとねあーおー何が見えている2秒後も見える男破天荒いや今明らかに未来見えてましたね未来見えてましたねさあ昇竜拳さあ今日は覚醒している日なのか2秒後まで見える男そうなんですこういうのはね大事なんですよ大事だね1秒後2秒後のことを予測しながら動くのが大事だがめくりを必要にやってこれは冷静にガードうわー助けてあれきついんですよさあやばいやばいやばいさあこれは高めなのでくらいなで格ですねさあここで苗場チュンリーがチュンリー DJ は一応チュンリー有利ですので頑張りたいところまあそうですね 3F くらいが限界かな普通なのそれってまあ 0.05 秒ですからね見えてもおかしくはないというまあ読みの範疇の中にあればっていうところですかねなるほどさあ中パンスラからうまいおおうまいうあ今のは美味しいですね投げつかれたことによって投げるうまいいいんですよロコスに行っていいんですこのキャラそういうキャラですうスラあ出して OK ですねこれは全然出して OK ですねしかしうわ溜まってたあスパコン出さないことか生きているあ生きてああ
あー、うますぎる。ゲーダーの策。さあ、ゼロドックを生かしてしまったのが殺されるきっかけになってしまった。そうだね、今ゲージあったから殺しきるべきだったんでしょうかね。そうですね、ただちょっと難しいんですよ、このスパコンって。やり慣れてないと空中で拾うっていうのは結構難しいので。あ、そうだね、はい、なのでまあ安直にまあ出しちゃって殺され確になるよりかはまあ確かにいい選択肢を取ったのかなっていうところですかね。さあ、スラ入って、これは表入って全然 OK ですね。体力リードしてますので。さあ、これはめくりに行く。あっ、おっと、おいしい、ナディにはいかない。あー、これは100レス暴れでよかった気がしたか。あれは達成形出したかったが、固めが厳しくてそうですね。さあ、まだわからない、ゲージ持った。おっと、2発目がたまる。うまい。あー、今の局面はめくり中キックから一度と巻きてる状態だったので、中足100レスで二度と削って待つっていうのが正解だったかもしれません。削り値は食らうダメージの4分の1だったはずですよね、ニーヤさん。なので中100レスだったら2ドットはかなり、2ドットどころか3ドットくらい削れるので。さあ、お互いゴムの状況だが、アルティガードがうまくて、しかし踏んでしまう。これはめくりガード。うっ、ああ、なんか今のはマジか。ガードした。今のはね、あれですね、間に合うフレームで出したってやつですね。おっ、こー、中足遅らせデンガー当たってカス、素晴らしい。さあ、ここで中盤の壁ですね、トモザバイソン。バイソン、バイソン、トモザバイソンが強いんですよ。バイソン、うん、バイソン、これやばいぞ。あー、どうですかね、わかんないっす。さあ、ゴチゴチ、まあ、中パングランド。昔のスト2のインストカードには4分の1って書いてありましたけど。さあ、片目がきついが、これはちょっと早すぎますね。さあ、サブキャラでこの強さ。うわ、相打ち悪くないんですけれども、ゲージ持たれてしまうとお互いにちょっとやるのが厳しいが、さあ、これは見ている、ちょっと安かったが悪くはない。うわー、見てから、死んでしまう。さあ、ここで中島ガイル。おガイル来ました。チュンリーはあの局面、かなり気をつけて気候点もしくはスピーニングバードとかでゲージを回収しなくちゃいけないという局面ですので、もう気候点のモーションを見て、あ、気候点打ったなでクレイジーが入ってしまう組み合わせですのでね。さあ、来た、ゴシゴシタイム。さあ、よくソニック打って、あー、いって、スリー、暴れることも許されないこの画面端。今のアルティクレイジーよくガードしましたね。あれ大抵釣られてしまうところなんですが、さあ、ここから中島さんがペースを握れるか。逃げれなかった。ここで尿意棒、ほんまこのボクサーはほんまもう俺の尿意棒を見ろと、そんな感じのパンチでした。さあ、これはいい感じで押して、スタブで押してコパンで対応、これいいですね。必勝パターンですね。ゲージを回収される前になんとかしたいが、ゲージ回収が早いバイソン、ターンパンチで一気に溜まってしまう。これは表アントビー。さあ、踏む、これは運がいいですね。うっ、ぬぬ、さあ、まだゲージが溜まってない、このうちに殺したい。溜まった、よくガードした。これはさすがに冷静ですね、コパン対応。さあ、 1P 側から拍手が出る、いいですね、こういう応援するっていうのは素晴らしいことです。さあ、芋掘りで潰されて若干矢口まり、だからダメだって。あ、ダメです、そうですねすいません、熱くなっちゃうとスイスイ痛くなるんですよね。さあ、ここはサマーかくって、よくガードしたが、生きてる、イモホリ、イモホリ、よくソリッコ打った。早めのパンチは厳しい。青サイ、青サイさん、いいとこで出てきましたね。あ、ピンク色の方です。これやばいね、ワンピーガーも残り3人です。さあ、友田さんが 1P なら出るんでしたっけ、ちょっと若干確認しに行ったが、
情報は教えないのが基本です。さあ来た、ガード、これ前タクですからね。来た、弾き青サイスクル。さあワンピー、来た、あー中パングランドかくってよくガードした。これならまだ、うっ、コパンの使い方がうまいが早い、うわー中、いやーマジか、中キック中パングランドは痛え。でも今の多分着地早めだったので多分ゼロフレ投げがかかってたと思うんですが、ゼロフレ投げできなかったか、どちらかですね。さあ来た、遅らせスクリューから、さあいいですね、エンコパンは潰せるんですが前に寄ります。さあ体力は若干バイソンが苦しい状態ではあるが、さあ刺さって、これはさあ逃げる逃げる、しかしこれはガードガードしてスクリュー確定だが、あー出ない、あー今のもごちゃごちゃにされてしまった、確定を逃してしまった。バリシングはしょうがないですね。確かにそう。さあヒデチュンでいいかな、うん、これ最後まだ副将大将はニーヤさんかおっためを作っていた、投げ、さあヒデペース、連打連打、ああ百裂バリア、これはやっぱチュンリー有利なんですか、どうなん、なんか微妙、五分ぐらい、うわー頭突き入って、さあ体力がないぞ、そしてさあゲージもできた、投げてリバーサヘッド、ダイヤシ投げとのタクでしたかね。ああ11で、あダイヤシ入って、うわピヨッター、お逆にヒデが2ヒット、さあさあさあこれガードしたぞ、そして聞こう聞こう、おーヘッド、あーちょっと待ったパンチが、何をしたんでしょうか今、今なんか出したの、いやちょっとこれ矢口まりだったんでしょうがないっす。さあ大将、いやーマジか、やっぱ力強いわ友田バイソン、あれです、リスクしかない状態に追い詰められた状態でリス、そのリスクを払いながら行動するしかないという状態を矢口まり状態と言います。さあうまい、さあここから何人抜かないといけないの、ここから多分7、8人ですね、7、8人抜かないといけない、しかし今、龍拳ガイルを抜ければ全然ある感じですので、さあこれはうまい、いいぞ、うますぎる、ピヨってる、安い、安いぞ、あるのか、いやなかった、さすがに。さあニーヤさんこっからいけるか、さあでも 2P 側のね大将がねベガなので、あのベガホンダだったらホンダ有利ですから、あの龍拳ガイルで殺されなければニーヤさんにかなり勝ちの目が残されてるっていうところでしょうかね。さあラオウ X 龍、さあさあ来ました、さあ龍ホンダですが、ニーヤさん龍戦はしこたまやりってます、しかしラオウさんも上はしっかり出る、踏んでしまう、踏んでしまう、さあゲージ回収うまいですが主衛が出ない、うわあ数百貫、さあはめていく、おいちょどっち、あーうまいですね、コッパコッパ、あーあれ見えないです、しかし龍
よく切り返した。しかしどうなる、うー、ハードゲージが溜まった。うわー、突っ込んでくる。タクが迷ったらやりに行けばいいんです。そういうゲームです。さあ来た、ラオウさんですね。サードのサード勢のラオウさんです。さあちょっとコパンは安かったが、ザうまい。これは最大、あーペシペシ。さあは今度は裏手にさんのダルシムかな。お、ダルシム。まあでもホンダダルはなかなか面白いんですよね。さあただね、ダルシム戦ね、ホンダ側で超やってるので、あの対応を間違えると痛い目見やす。そうそうそう、あれダルシム側もね、ちゃんと対応するの難しいんだよ、ね、さあ来た、ずっとホンダのターン、うまい。さあこれ相打ち OK ですね、ホンダ側。さあもう相打ちだけで、厳しいとどうすかい。さあ新谷さんのやる気スイッチが入ってきた。さあどうすかいかな、相打ちは OK、 うまいな、超見てる。さあここから、これはスラタイク。さあこれはガードはまずい、しゃがみぐらいだったのでおいちょにはいかなかったが、さあガードはやばい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 、何かしらで応対したいが、どすこいどすこい、これは確定は、おお、コパン、チャボーゼさんのサガット X サガットだね。 X? X でいいんですか。さあ残り 2P 側、チャボーズ X サガとうねがいる、なんだこれ、ショーちゃん、あ、湘南流ウラティニバイソンバイパンホーク、友田ベガー、6人ですね。あと6か。さあしかし今日の新谷さんなら、さあどすこい、う、上タイガーは、あー飛び入る、あー空中で、イエス、ラオウイズサードストライクプレイヤー、イエス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 、あーどこい、あれグランド打つと、あーこれは出させましたね、高め飛び、いやーいい間合い、あー出させて、どっこい、どっち、撫でる、打ち身がない、おいしいが、さあ、これは歩いて歩いて、歩きのプレッシャーが半端ないが、さあこれ確認ない、あーまた同じ工程がうねがえる。さあこれあるんじゃないか。いやこれありますよ、あのあれ裏手にさん3回出てる、 DJ ダルシムバイソンって3つ書いてあるんだけど、あ、バイソン違う、オッケー、あ、じゃあそうすると残り4か、オッケーです、残り4、あとうねがえる、湘南流バイパーフォーク友澤ベガで終わりですね。さあ湘南さんで止められないとかなり 2P 側苦しいですね。そうですね、こんなで厳しいってすごいですよこれ。さあ相打ち OK、 お尻がヒットする、あるぞこれ、あるよ。さあ高めリフトアッパーで助かった TBS ではなかったが、た早めに出していくウネガエルの対応力。さあこれは安かったが運がいい、よだれ垂らしてます。あー、ここで打つ、あー今積んでましたね、今ちょっと危なかったですね、匂いましたね。さあウネガエルが締められるのか、しかし相手はモサ、お、うまいですね、早出し。さあ来た、さあ高めですね、うまい、の聖剣、しかしガードやばい、削り違う異常、しかしよく出した、どうする、飛んでくる、うー、なんだよ、うー、なんだ、あー削って、こわこわこわ、あー抱きついた、
ウーネ君惜しかった。さあ湘南流、さあ残り3人ですね。さあさあ龍で止めたいですね。そうですね、これ龍で止めないとかなりやばいですね。ホーク、ベガ、どっちもワンチャンありますので。さあ上は出る、相打ちはちょっと良くないがダウンはできたので OK。 しかしここは踏まされて大勝利、根元から。お、うわうまい、動いたところを勝った感じか。さあダイヤスタイク、湘南龍が本田戦をしっかりやっている。ここで決められるのか。さあ開幕ファイヤーハード踏まされて、今のクラッチャーの大勝利、いやうますぎる湘南さんだ。うまい、ちょっと待って、おいちょから、よく暴れたが、うあゆち、なんだ今のは。出ないからとりあえず投げに行こうと。大正解ですね。とりあえず歩いた。さあとりあえず下がる。うわまだ歩く、今のは怖い。あ あ, あやばい、どっち、おいちょ、どっち。さあちょっとピヨ、高め、あれは厳しいです。ピヨリがちょっと、さあファイヤーハードを交換した、これはでかいですね。冷静にゲージを回収、踏んで、さあこれは鬼無双が出なかったパターンか。うっ、あっ、うっ、あっ、来た、歩いてった、どっち、昇竜出る、これは、あー出しとく、打ってしまった。いや今の多分ね、波動拳の肘を見て打ったまでありますね。肘を見た、あの波動拳肘から始まるので。あさあ副将まで引っ張り出した。さあ残り2人まで来ました。さあ相打ちは OK でしょう。さあこの体力を取り戻すのにホークは厳しいが、やりに行く、あどっち、は削りに行く、これ大正解ですね。さあ大張り、ん、大パンが刺さってどすこい、確定、溜まっている。しかしやりに行くと、来たか、俺たちが、うわーできない、この流れは。うわーマジか、上にいたところを狩るっていう、これは。さあこの体力取り戻すのかなり大変なんです。マジで負けちゃう、今はやばいわ。バイパーショップ、しかし中百貫早かった、どっち、あ、美味しい、今のは、今のはあれですね、たまになるやつですね。あれは初めて見たな。うわ、1位、しかし、歩く歩く歩く、なんだなんだ、怖い怖い怖い、歩きすぎだろ。レバーが壊れたかと思いましたよ。今、後ろありませんでしたね。さあ、激安の3ラウンド目、どすこい、やばい、張り手、あゆち、OK。さあ今度はマジかバイパー、うわー殺される大将戦、最後までいっちゃいましたね。マジか。さあ数々のキャラ差を覆し大将戦、今度は新谷さんが有利キャラとして大将。さあ激アツ、このダメージがもうかなり厳しいです。ベガ側うまい、見てからあの距離なら見れると厳しい、厳しいぞ。これはめくりに、あー逃げていく。これねベガ側はめくって殺すパターンしかないんです、これだけ体力もらえると。削る削る、うわー厳しい、どうする、あーかくってる、ワンピー側が逆にリーチをかける。うわー張り手が速くて、マジで待て、今何ガード、あーマジか、話をいちょ投げ返される、近かったですね。相打ちどっこい、うっ張り手で削って、うっ、あうまい、チュー、うわうますぎる、お互いに見せていく最終ラウンド。
お、あ、置き攻めがカード。さあこれは削って削って、あゆしやる、これはあ逆に出てしまう、珍しい。これはあおいちょかくって、くっどうなる、あーこれはやばい、あー強すぎた。優勝ワンピーチーム、マジか、お寿司パワーでしたね今日、完全に寿司でドーピングしてたからね今日ね。なるほど、お寿司鑑定あったらプラスでしたね。さあじゃあワンピーチームの皆さん、ちょっと写真撮りますんで、今日のワンピー勝者チームはヒデ、ヌルポガ、ナエバ、破天荒、アオサイ、中島、ニア、7人で写真を撮りましょう。はい、8立てですよ大将、半分以上勝ってますからね。終わった、あ、シュウさんお久しぶり、え、もしかしてあれ言ってた、やっぱり。はい、じゃあみん集まって、ワンピーチーム、はい、じゃあ本日の大会はこれにて終了いたします。じゃあ来週バーサスでランバトですね。で次の大山ニュートンはもう6月になりますね、6月の3日第1土曜日、こちらで、大山ニュートンでねまたランバットありますんで、ぜひみんな参加してください。さあじゃあお疲れ様でした、お疲れ様でした。シューケンカムレイト誰だこれ、シューケンカムレイト、
Thank you.
ー